復刻、追悼アドマイアジュピタ共通級者に G1 初勝利をもたらした8年春の天皇賞。8年の天皇賞、春を制したアドマイアジュピタが老衰のため死んだ。20歳だった。28日に慶養先のノーザンホースパーク、北海道苫小牧市、が公式 X、旧ツイッター、で発表した。 素質を評価されながら骨折もあってクラシックには出走できなかったが、小馬になって開花。4歳秋の7年アルゼンチン共和国杯で重賞初挑戦初制覇を果たし、よく8年天皇賞、春を3番人気で勝利した。今や西の名門となった友道みち社の G1 初制覇だった。同馬を痛み、8年天皇賞、春の優勝原稿を復刻する年齢は当時。 岩田騎手は岩田孝騎手。岩田ジュピタが戴冠。第137回天皇賞、春、は、単勝3番人気に支持されたアドマイアジュピタ、オスゴ、友道、が制し、コバの頂点に立った。出遅れるアクシデントがありながら、最後は持ち前の瞬発力で名将サムソンの追い上げを振り切って勝利。岩田康成騎手、34、和天皇賞初制覇。 友道安を調教し44、は嬉しい G1 初勝利となった。今後、同馬は一旦休養し、秋に備えられる。2着にはサムソン、1番人気浅草キングスは3着に敗れた。信頼、の手綱は直線入り口で動き出した。ジュピタの瞬発力を信じていた。安城、岩田騎手は、光留を辞してアドマイヤジュピタにゴーサインを送った。 前を行く名将サムソンを捉え、先頭に立つ。勝った、そう思った瞬間、内から昨年の覇者が底力で盛り返してきた。辛抱してくれ、ひたすら願って追った。最後は頭さ、人馬の信頼関係が、最後の日とん張りをもたらした。スタート直後、八幡観衆は悲鳴を上げた。大外枠で最後にゲート入りした岩田ジュピターが、出遅れた。 やってしまった、スタンドからの、ああ、という声が聞こえた。俺やな、と分かった、苦笑。しかし、焦らない、乗り手に従順なジュピタの特性を安城は知り尽くしていた。馬の肩が賢いから、レース後は謙遜したが、何事もなかったかのようにサムソンの直後、後方4番手で落ち着かせた。あとは相棒の瞬発力を信じ、ジュピタもまた合図をじっと待った。 神馬の絆で、待望だった春の盾を掴んだ。岩田騎手にとって今春、これ以上ない、刺激、があった。同じ園田競馬所属だった小牧太騎手が桜花賞で JRA 移籍後初めて G1 を制した。園田時代は超えるべき存在として意識し、JRA 移籍後は先に実績を積み上げた。強烈なまでのライバル心を見せながら、 桜花賞後には人知れずシャンパンを送っていた。G1 を勝つってすごいこと。表彰台からスタンドを見ると、おう、と本当に気持ちがいいんやで。自身、国内外合わせて5度目の G1 勝利。この馬で年度代表馬を取る、とまで期待するジュピタで、小馬路線の第一線を制した。管理する友道氏は人目をはばからず泣いた。悲願の G1 初制覇だった。 しかも、骨折で一度は競走馬生命も危ぶまれた相葉ピタで。今も骨折した日のことは忘れない。でも、幸い折れ方が良くて、ボルトで固定できた。能力が失われなかったことは、不幸中の幸いだった。今も右講師に残るボルト。6年、名将サムソンが勝ったダービーの、候補の一頭だったジュピタが、約2年の、遠回り、 ににして同い年のライバルに勝った今後は秋まで休養予定。国内か海外か、いずれにしろ夢は大きく広がる。今年の小場路線はジュピタと一緒に歩んでいきたい。岩田騎手は最高の笑顔を見せた。相場を信じ続けた陣営の思いは、春の盾という最高の形で結実した。伊島健一郎。